はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと普通にもう練習してください。もうお互い頑張りましたよね。僕はもうマンデーでマンデーからね。あ、先輩も前半ね崩してしまって。そうなんですよ、2日目ね。あ、もったいなかったんですけど、なかなか簡単にボギーが出るじゃないですか。そうなんですよ。ほう、ティーをして、ティーをして、はい、ちょっとフェード目に入れるっていう。お、あのチームスリザーのティーアップドリルです、ね。ちょっとわざとフェード目に。入れるっていう。確かに、でもここの練習場絶対その練習の方がいいっすよね。あの特に練習場綺麗になったけど、はい、ちょっと下薄いじゃないですか、はいはい、で打ち上げじゃないですか。打ち上げだからで、この高度っていうの、標高が高いから、はいはい、ちょっとボールの頂点がないですよね。ボールの頂点が低いんですって、空気抵抗の関係で。いや、浮いていかないでしょ。あ、それで上がんないんだ。 それで余計上がんないから。いや、初めて聞いてた。あ、それ選手は、それで球上がんないんだ。上がんないでしょ。うわ、いいこと聞いた。でも川口湖にお住まいの横田さんにはいや球上がん、これ洋芝のせいなのかなとか。でもライの感じはあるじゃないですか。はいはいはい。でも実際にトラックまで計測したら頂点が低いですよ。うわ、いや、知らないことあんだな。そっか。なんで P 言ってんのは、まあ、そういうのもあるし、ちょっと下から入る癖がついちゃったんで。そうなんだ。すげえいい練習かも、この練習場で。でもあのベントからこれライグラスじゃなくて、あのフェスキューに変えて良くなりましたよね、はい、この練習の。良くなりました。すごいすごい良くなりましたね。幅も広がったし。ですよね、うん、もうありがたいよね、あのトーナメントのために。そう、この1週間のためにこの面積を、ね、作っていただくという、ね、コースもね毎年改造して、あの難しさは増してますけどね。でもトーナメント盛り上がる。先輩おかげさまで、あの先輩のここで撮らせていただいた動画が100万再生超えまして。あ、そんなに。はい、ありがとうございます。ここ肩のやつ、はい、もう本当ありがとうございます。いえいえ、あれなんかやってても自分も楽しかったし、はい、うん、いやもうここ1年間でトップになりました。いまだに稼いでくれてます。まだ見てくれる方いる。はい、で今回これ、はい、あのそれを旗も貼り付けるんで、またグンといきますよ。あ、そうなんですか。嬉しいですね。いやいや、やっぱり中身がやっぱ本当先輩濃いんで、今日もだってこんなすごいことを教わったもん。いや、回転がね、はい、その空気抵抗によって頂点が下がる、はい、でも自分の昨日、おとといと、はい、あのここって人によってはほら 5% から 10% 距離がなんか飛ぶっていうじゃないですか。横瀬さんはどれぐらい計算してるんですか。僕は 7% と思ってます、自称 7%、はい、でそれ計算する。いや、計算しないですけど、まあ雰囲気で 7% ぐらいかなって。でも選手によってはその早見表を作ってね、やってる人もいるらしい。先輩何パーだと思います。私はほぼほぼ常に10ヤード。あ、10ヤードでね、うん、ウェッジでも10ヤード、5番アイアンでも10ヤード。まあ、確かに。だからなんか長いクラブの方がパーセントがちょっと下がっちゃう傾向ある。でもそれ今日先輩の聞いて10ヤードっていうのが確かにいいのかもわかんない。そうそう、だってそういう話じゃないですか。だから飛ばし屋ほどロングショットが飛ぶって話じゃないですか、うんうん、頂点が上げられないんだが我々、ね、我々って先輩をくくって、うん、そこまで一緒にグーッとこうくくったらいけませんが、うん、だからそうなんだ。でもこの雨で距離どうだった。いや、もうマジで5番なんか、うん、エッジ247ヤードでスプーンでもう右のいいやと思って打ちに行ったらスプーンで狙った、ね、まあ右でいいや、いや右奥だったんだよ2日目。はいはい、2日目ね。右奥だったら、まあ、右にぶっ飛ばしておけばいいやと思ったら、うん、でも右もあそこ今年からダメでしょ。いや、右手前のピンはダメなんですけど、でも、うん、奥だったら夜あれ、はい、あの右のライがもしちょっとこう
ラフの、うん、まあ、ちょっとだからそこも僕冷静さを失ってましたね。刻んでやっぱり100ヤードあっても120あっても刻んどきゃよかったなって、うん、今はそう、ね、そしたらなんと手前から転がっていきなりました、ちょっと 薄いあたりが、ああ、まあ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 、超えろっつったら手前にバウンドしました。かなりターゲットが狭いんでね、うん、あのホールは多分パー5の方があの攻め応えもあるし、うんうん、そうですね、もう少しレイアウトとか改造が入ればパー4でもいけるんだろうけど、そうですね、まあ、我々の距離だとみんな慎吾なんかも言ってましたし、うん、でもそうか、池村智恵も言ってたか、うん、みんなパー5がいいなって言ってましたけど、多分飛ばし屋もなかなかね、うんうん、だから短いパー5としては非常に面白いホール、うん、っていう、ね、ツアーではそんな感じになるかもしれないよ ね、あの一番後ろの T にしたからね、はいはい、あの前の T からやればまだパー4見えてくるけど、はい、うん、細川さんにも言ったんですけどね、結構みんなパー5にした方がいいって言ってますよ。あ、まあでもあの、うん、戸張さんの、そう、戸張さんは、ね、パー4にディレクターの、そうそう、うん、でやっぱり世界のメジャーを見てる人ってね、やっぱそういうホールを作るのはちょっとなんとなくメジャー経験してる人間としては、ね、あのあれだけど、でも条件としてはもう8割ぐらいの人がフェアウェイから打てるってことが多分条件だと思うんですよ、うんうんうん、打てないじゃないですか、うん、うん、ちょっとヘアウェイが狭すぎる。そうですね、うん、あとはやっぱり日本人の体型レベルに合わせれば、うん、なんかなんですか、より技術とか戦略性が出るかもわかんないですよね。まあそうかもしれないですよね、はい、だから、うん、女子にフルバックから打たしてるのと同じで、うん、戦略性が高くなるにはもうちょっと前の方が、うん、そう、前の方がやっぱりいいようなね、さすがにちょっと後ろすぎる、そのターゲット、うん、だからターゲットが広ければいいんですよ、うんうん、250ヤードでももう絶対フェアウェイから打てるっていう条件だったらいいんだけど、ティーショットのプレッシャーもあり、それが終わってセカンドのプレッシャーもっとあるじゃないですか、だから少しちょっとね下げすぎなのかなっていう、一個前だったら、うんうん、であともう少しヘアウェイのこの左ドッグに対しての右に切れていくっていうところで、もう少しヘアウェイキープできれば多分、うん、もうちょっとスロープがもう少し平らになればいいのかな、だからそうですね、うん、なんかあそこちょっと曲がるとホッとしますもん、逆に刻めると思って、あ、そうだから結局あそこのね5番富士桜の5番と小樽の16番、はいはいはい、うん、あそこはなんかラフ入れた方がホッとするっていう、そうですよね、どうしてもそういう、それがまあいいかどうかっていうのはすごい難しいですよね。そうですね、うん、まあ戸張さんは8番アイアンであそこ打つ人がいると、まあ旗地かなんか分かんないけど、まあ、まあだったらそれはいいですよね、あそこあれでね、うん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 、だけどね、出てる選手百何十人いるから、まあほんの一握りだからね、そうでもまあ世界基準とか、まあね、そう PGA ツアーと同じ条件で戦えよっていう、まあ話であればそれも、うん、一つですけど、日本オープンの予選行くんですか。日本オープンの予選、ああは行かないです。行かない、行かない、はいはい、もう出れ、出れ日本、いやなんかね、うん、ちょっとスケジュール何だったっけかな、うん、ちょっと出ないです。俺予選月か、いつですか、月か予選梅里で。先輩も出るんだ。初めて予選に行きます。ああそうですか、はい、初めて予選だな。先輩クラスも出る。もうどうやらショットも直さないと。いやショットが今年前半全然ダメだったから。ハイティアップドリルいいな。ティーアップドリルね。お下から、はあ、下からこう打つの簡単じゃないですか。はい、あ。下から打つよりもちょっとこう押さえていくことで、うん、アイアンを上からきっちりスクエアに。うん、フェースをやっぱりフェードはやっぱりフェース被せなきゃダメですよね。フェーダーは基本的にはあの特に、うん、あの左に振っていくフェーダーなんで。はい、あの
こうなんだろう、フェースキープしてフェーザーを打つ人はいいよね、はいはい、あの開いててもね、うん、で左向いてこのまま抜いていけばいいけど、はいはい、あのこう抑え込んでいく方なんで、そうですね、そういう人はやっぱり、僕もそのフェースを閉じてフェード打ってる時調子良かったですよ。ああ僕でもジャンボさんも褒めてくれましたよ、うん、おお、やっぱこういうで押し込んでいくっていうのをね、あの言われました。なるほど、褒めて最初は褒めてくれてるのかどうかちょっと自信がなかったけど、いやいや本当なんだよって言われてありがとうございます。いやいや、そりゃだって実績18勝でしたっけ先輩。18も輝かしい昔の過去になりつつありますが、いやいやいや、そっか、俺も後でこの練習しよう。いや絶対そうっすよ。えでも最近あれやってたじゃないですか、ずっと。あ、シャローイング、はい、いや僕は無理です。もうすごいやってたよね。そうそう、やっぱりもうチャーリーさんがずっと見ててくれりゃできるかもわかんないですけど、あ、いやちょっともう QT とか試合になればなるほど自分にどんどん戻ってきちゃうんで。はいはいはい、もうね、その自分の癖っていうのは絶対出るもんね、試合出ればね。だから慎吾は大したもんですよ。すごいね、稼いできたスイング、もう一回一からやり直しなんですから。うんですね、すごいですよね、すごいよね、その覚悟と。なんか彼は本当にすごい、いろんな意味すごいもんね本当に、はあ、だって手島さん、谷口さん、藤田さんとかね、そっちの長老組は変えないことの素晴らしさでしょ。変えないのか変えれないのか分かんないけど、あ、うん、もうその変えるパワーもなかなかね、そう大変よね、新しいことできなくなるもん。いや、それか、この予期せぬあの視聴数が伸びた動画が、はい、慎吾の練習をただこうやって喋りながら普通に見てたっていう動画がやっぱり100万超えたんですよ。え、100万超えての3本で、慎吾が GG に語るやつと、はいはい、イーグルポイントでこうやって勝手に普通に喋ってるやつ、これが100万超えた。あと先輩の動画、じゃあ私のスイングはでもちょっとダメじゃないですか。いや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 、私だからこのプロが予選落ちて何のドリルやってるかっていうのは、はい、めちゃくちゃ勉強になるし。本当ですか。ちょっとね、あれが嫌なんですよね。あれが嫌ですね。だからもうちょっと切れてきていいんだろうけど、あれは、うん、どうするとあえてひっくり返っちゃうんですか。あれはね、こうペローンとなってるんですよね。そうですよね。ペローンとなってるんで、左脇締めるとか、はい、右サイドを潰さないとか、あ、はい、うん、まあまあ左に振るとか、はい、いう感じになるんですかね。その辺注意しながら。なまだダメですね。わかるな。俺もフェード、そういう僕もそれ系好きですもん。やっぱりまあ誰も好きなんだろうけど、プロゴルファー。昭和世代はやっぱこれで育ってますよね。そうですね。うん、だから今7番でやってるけど、うん、本当は例えば5番ウッドとか長いクラブでちょっとこういう風にやるんだけど、そこまで多分追いつかないんで。うん、なるほど。こうやってでも撮っててもらうと少し緊張感あっていいね。いいっすか。いやいやいや、誰かがもしかしたら見るかもしれないっていう。いやいやいや、トーナメントでも全然違うじゃないですか。うん、いや普通のこの練習ドリルがいいんですよ、普通に。これね、あ、これが逆、あれが逆サイド、左に今ね3ヤード4ヤード曲がってるんだけど、はいはい、自分のイメージは右に3ヤード4ヤード曲がるんで、 あれが試合になるとね、違うと違うよってなる、はいはい、なるよね。おお、これはいい。オスフェード。正面も失礼します。
今ないね。先輩のトークがやっぱりすごい分かりやすいから。分かりやすいですか。はあ、いやすごい分かりやすいです。本当のパッティングなんか僕でも見ますもん、何回も。本当ですか。はい、あ、あれ俺何回か見たよ。でもあれ、はい、3回4回ぐらい見たかな。はい、あのなんかやり取りがね。はい、いやまた今度ちょっと桂木に行くんでお願いします。本当に来てもらいます。はい、あ、はい、あ、もうじっくり一緒に北の丸泊まって、北の丸のあの攻め方お食事します。ああ、ね、お食事しながら、はい、ね、ぜひちょっと支配人止めさせてくんないかな。おい、いやそれはぜひ。もうあの横田さんのあのこういいリアクションあるじゃないですか。はい、これいいですねみたいな。これであの食レポなんかも、ね、食レポ、はあ、ご飯食べれるんですか。ご飯食べれますよ。そうなんですか。もう純和風の。北の丸泊まったことない。ないです。ない。僕ら合宿の時に泊めさせていただいたのはどこ。じゃああれは普通のビジネスホテルだったでしょ。ビジネスホテル、あ、桂木の一番こうあの高い土地のところに、はい、あの桂木北の丸っていうね、あのホテルがあるんですよ。はもう門構えからガンみたいな。マジですか。横田さんにぴったりの。いやいや止めていただかなくてもあのレポートはさせていただきます。あ、レポートね、ぜひ、はい、そうですよね、ご協力いただければ。いや、いい練習だな。いい球ですね今の。これが一番いいですね。これですよね、今のを狙ってる、ね、これがいいですね。あの青い旗の左、はいはい、どうだろう、 5、6 メーターぐらいの幅に入ってくれればいいなっていう、はい、うん、これが打てないですよ。もう昨日も7番でこれ打とうとしたんですよ、うん、7番ショート、はい、やっぱ左こう来てるじゃないですか今巻き込み。だからそのまま開いて、あ、そのまま右に、はい、簡単にボギーしちゃいましたけど、ちょっとした勇気があれば。7番もストレートフェードを狙うんですか。昨日はそれで狙いましたね、昨日のピンは、うん、ちょっとドローの練習をしてたんですよ。その前はね、ここに入ドローもやるんですか。ドローね、ずっとセガサミやりますよ。え、ドローはちょっとこういう風になってたんで、いろいろ事情があって、おー、まあ、ドローはこう少しこっち側から押し込んでいくように、こういう、おー、なるほど、押す感じで、おー、あ、ボールをちょっと厚く当てたかったから。はいはいはい、面白い。厚く当てるのはこっちじゃないですか、はいはいはい、こっちからこう入ると捕まるじゃないですか、はいはいはい、勝手に、ね、藤田博之知ってる人はえそういうことやんのって感じだろうけど、うわ、こっち側から。おお、そうやるんだ。でもこれやりすぎるとデメリットはこうなるじゃないですか。あ、あ、はいはいはい、はい、練習ラウンドねこうなったんでちょっとね。でもめちゃくちゃ手元低くてしまって入ってきて、これってやっぱり低いの。いや、手元めっちゃ低いと思う。こうやった方がやっぱりこっちから来るのが低いっていうんですね。ですよね。ああ、いや、いや、あのクラブだけが低いんじゃなくて手元も同時に低くなってるんですか。手元がね。手元がね。だからフェースちょっと閉じなくて開いて。うん、僕はやっぱドロー打つときは手元上がって、なんつうの、ああ、手元上げてヘッド落としちゃうんで、だから調子悪くなると思うんですよね、僕なんか。でも先輩のこう手元ごと低くなって、でもこれをこうやると結局さっきのフェードっていうのが合わないんですよね。あ、そうですよね、はい、なんでちょっとその修正で今ちょっとやってたんですよね。そうそう、だから今みたいに結構バカッとかぶせて引っ張って打つのが、はい、あれ気持ちいいっすよね。今なんかちょっとドローまではいかないけど入ってるけど、あれがやりたいですよね、あの厚い当たりが。そうなんですよ。だから芹沢さんとかこうやって打てっていう。ああ、わかる。 こうやってフェード打てっていう、はいはいはい、これでフェードですかって最初はね、はいはいはい、もう今できないからやらないけど当時は結構やりましたよ。わあ、これですよ ね、 これですね。だからもう満かぶせした方がなんか気持ちいいフェード出ますよね。そうですね。
あとはもうやってるうちになんかそう自然になっていくみたいなね。あ、これは面白いね。で最終的にドまっすぐが打てればもう最高なんだけど、あ、それまあ無理だろうな。でもそれ追求すると、ああ、そういったね、ストレートボールなんか一番難しい、よく打てますね。一番難しいけど最終的にこっちこっちまっすぐみたいな。素敵。いやでもこればっかりやるとねおかしくなるんですよね。ストレートばっかりやるとね。そう、わかる、わかるっていうか打てないけどストレートは。いや前半本当にね、今さらあれだけどストレートって打てない、本当にストレート一番難しいね。ストレートやるとわかる、調子悪くなるっていうのはわかるね。おお、熱い。なんか熱い。なんかほら、そうやって言ってくれると気分良くなって、なんかいい球出てくるようになっちゃう。いやいやいや。これでも1番ホール行ったらどっか行っちゃうんだろうけどね。いや。試合は試合でまた別だから。いやいや。なんか褒め上手だな。いや褒め上手っていうか、いや感想ですよ。本当に褒め上手だ。いや別に感想ですよ。横田さんにレッスン受けたら、いやいや。みんな気持ちよくなっちゃう、ね。根拠なき。褒めてるわけじゃないですから。おれ、めちゃくちゃ分厚いよ。やっぱこれですよね。18勝できて。いやいや、そういう時もありましたけど、ね、今ちょっとね調子悪いっす。もう調子悪い調子悪いって毎週さ言ってるからさ。本当申し訳ない。なんとかしないと。でもこれからじゃないですか。秋口ですよ。だからね、頑張っていかないと。体の調子が悪いって思われてるから、なんかどっか調子悪いですか、体。体僕は全然大丈夫ですけど、先輩はどっか悪いとこあるんですか。全然大丈夫ですよ。ああ、全然大丈夫です。元気だよな、それもセンスですもんね。ん、それも才能だから、怪我しないっていうのもっていうか、いいドローだな、やっぱりひっくり返さないドローだ、かっこいいな。もう僕はひっくり返しドロー得意ですからね。こっちも。いやでもあれですよ、フェードでずっと打ってて、なるほど、困ったらやっぱこっちのひっくり返してこういうドロー。あ、そういうのもやっちゃうんですか。やります、やります。やんちゃで。いや、やんちゃっていうか、こっちが基本です、本番用は。あ、本番用は、うん、こっちとやっぱりこう押す感じってあの逆いくじゃないですか、はい、だから試合では確率悪いんで。ああ、なるほど。対角線にあるから、うーん、こっちでこう切ってきたらやっぱこのままクローズでこのままやっちゃうみたいなね。ほうほう、そっちの方が、で引っ掛けフックみたいな、そうそうそう、引っ掛けフックでね。おお、いや、この練習場にぴったりの練習方法だね。だからそういうことだよな。ああ、それをやっぱやってるんだよ。だから練習のドリルをやっぱりその探せるセンスっていうのが、いや探せるっていうか、これあのチーム星座みんなやってる、これ、うん、だけどワッツでの練習場でこれよりも圧倒的にこっちの練習場でそれじゃないですか。まあでも同じ様子かもしれないです。この状態だからこっちにしようっていうのが出てきたんで。ですよね、うん、ワッツはどっちかというとちょっと打ち下ろしじゃないですか。打ち下ろしでね、そうだよね、はい、打ち下ろしだから目線もこう低いんで、そうそう、から基本的にはね生芝で打てますもんね、はい。先輩クラウンズの練習ってどっから打ちます？下から打ちます？上から？下からですね。下からティアップですか？あそこ、あ、ティアップはしないかな、下から。でもあそこもちょっと気をつけます、こう行き過ぎないように。そうですよね、うん、あそこがフォローになると俺調子悪くなります。フォローの風の時ってアゲンストがあって、アゲンストはやっぱこう行くんで、なるほど、いいんだけど、フォローの時ってフォローの練習場って嫌いなんだよね。だから、ああ、球曲がんないじゃないですか。だから先輩のやっぱカツラギのネットが上あったじゃないですか。はい、あります。あれでやっぱり球を抑えるっていうのが、そうですね。すごくこう、そう、あれを7番アイアンで当てないように練習するっていうのが一つのバロメーターなんで。絶対当たるよね、普通はね、うん、やっぱだからもうひたすらその練習だったんだろうな。金子忠健さんみたいにね
ひたすら下から上に打ってね、賞金を取る方法もあるでしょうけども、かっこいいよね中堅さん。ワッツの話出てきたけど、ワッツで一周回った時かっこよかったもんな。もう一周回って曲がりまくって林に入りまくってたのね、はい、であの11番のショートでも左の林ガーンって入れたんだけど、はい、もうすっごい胸張って18ホールはい、かっこいい人だなと思ってかっこいいですよね。僕も憧れてあのポマードべっちょりつけてましたね金子さんに憧れてあれポマードだったの。そうです、うん、大学時代ね、はい、うん、1試合リップ1本使って言われたんですけど、そこまで使わないですけどね20回分ぐらいはあります。1月1本ぐらいです。20回もすごいけどね、うん、いや自分が選ぶあれだね、ほらここでの練習場ドリル大賞勝手に選びますけどドリルみんないい練習してるしね最近ね。いやそういうことだよ。いやおいい熱いフェードですね。やっぱ宮本もそうですけど、うん、熱いフェードなかなか打てないじゃないですか。熱いフェードは難しい、ちょっと難しいですもんね、だからやっぱりそのやっぱカウブして打つっていうのは、でもこことね、あとあの今のドライバー、うんっていうのがちょっと合ってこないんですよ。わかる。だから、うん、この熱い今のフェードがドライバーでも同じ球を表現できるかっていうとちょっとできない時代なんで、それで今のドライバーみんなフックアングルじゃないですか。ドローバイアスっていうか、はいはい、大型ヘッドだからドローバイアスかけてるみたいな理屈でしょうけど、はい、でも別にデカヘッドだろうがちっちゃいヘッドだろうがねえ、ドローバイアスってちょっと違うと思うんだよな俺。この球が出るドライバーないですかね。いやだから結構昔気味のドライバーが僕は、でも遠藤製作所で、うん、あの ERC とか、うん、いろんなの使ってヤマハとか使って、はい、作ってた頃の作ってもらってたもんねヤマハもね、うん、あの先輩がバカバカ勝ってた頃のあの頃の遠藤製作所の僕は向き好きですけどね。あ向きね、見た目はね。でも球がある程度今直進性高いでしょ、はい、大きいヘッドって、はい、だその恩恵を受けるとあのコントロールするのが難しく感じてくるんだよね。ああ、うん、先輩のじゃあドライバーはなんかちっちゃいヘッド、ドライバーは今でかいですよ。いいんですかこれ映していいやつ。今ああ全然映し全然大丈夫です、はい、ちょっとじゃあ撮ってもらってもいいですか。どうしてもやっぱ捕まりやすいんですよね今のヘッドって。これが重心深いし 10.5 なんですね。 10.5 ですね。へえ。今はそれですね。なるほど。ちょっとねドライバー苦労してるんですよ。あいいよ。まあ、ちょっと優しめですよね。いやすごい優しいんだけど、だからアマチュアの人にはすごいいいんじゃないかな。なるほど。そうですね。ちょっとプロ用って感じよりもちょっとアマチュア用っぽいですよね。うん。なるほど。やっぱりこういう向きだとやっぱ こんくらいロフトないと逆に捕まんないですもんね、うん、逆にね俺は捕まえすぎちゃうんですよ、うんうん、でたまにスピンボールにスピンが入っていかないから、うん、ちょっとロフトつけてもらってるんだけど、でもこれを右から刺すと今度滑っちゃうじゃないですか。あでもこのヘッドの場合は俺の場合はあんまりあれかな、捕まらないことはないかもしれない。あ、うん、どうしても捕まっちゃう。まあまあ元々の設計がこれ捕まる系ですもんね。多分捕まる系なんだと思う。先輩のあれ見ちゃおう。セッティング今週あのウェッジ変えたんですよ。ほう、久々に変えましたよウェッジを。どこ変えたんですか。 T ソールっていうね、なんか PGA で今一番人気なんだって。そうなんですか。うん、まあ、それに釣られた自分もいる感じなんだけどそうなんですか。 T ソールバンスが少なめで、はい、
すごい滑りがいいんで、はい、最近そのグリーン周りをちょっと刈り込んで、はいはいはい、わそういうの多いじゃないですか。でこことか良さそうですよね。そう、富士桜もいいし、で今回は結構柔らかかったから、はい、大丈夫だけど、もう少しあの乾いた状態だと硬くなるでしょ。で先週のケアもちょっとコースを改造してグリーン周りそういうとこが増えたんですよ。はいはい、まあ、それでちょっと作ってもらったんだけど、先週はちょっと使えそうになかったんで、直前だったから。ああなるほど。で今週使ってみたら結構良くて、はい、あのバンカー硬いとこあるじゃないですか、はいはい、富士桜ところどころ、はいはい、それの時に最高でした。あ、怖くなかった。なるほど、うん、だからふかふかのバンカーだとちょっともしかすると、はいはいはい、うん、スパッて抜けちゃってダメかもしれないけど。うん、フェニックスのバンカーとかどうなんですか。ああどうなんだろう。粒子の荒くて跳ねるやつ。はいはいはい。今もその砂ですか。それもいいかもしれないですね。一緒だと思うよ。あれの打ち方がよく分かんないんですよ僕。あのスピンがちょっとほどけるやつね。ふわふわなんだけど粒がでかくて、でかい、なんかソールがゴロって転がっちゃうっていうか跳ねるっていうか。そういう砂ってあるね。この間どっかもあったな。セガサミーだ。セガサミー、そうそうそう。うん。そう。なんか縦距離が合いにくい。砂一緒。じゃあいっぱい買ったんでしょうね。でも北と遠いからとか輸送代がかかるから、うん、どうなんだろう。でもちょっと色が違うかな。セガサミーの方は少し、はい、あの白い、うんうんうん、フェニックスの方が、あ、フェニックスも白いか、一緒か。一時フェニックス真っ白だったのがちょっと色付きにちょっとグレーっぽいのに変わりましたかね最近。でもアマチュアの人は出しやすいよね、あっちの方がね、うん、おそらくね。あ、まあね、うん、我々はちょっとこう繊細なちょっとこうスピンっていうかそこがかかんないから、はいはい、ちょっとこう距離感出しにくいけど。なるほど。横さんは練習しなくていいんですか。いや僕は練習しますけど、僕も全日空出るんでちょっと家で練習します。お互いパストチャンピオンですもんね。僭越ながら岡村部長が喜んでくれます。ああ推薦いただいた。部長 YouTube 見てないだろうけど。はい、そうですね。見てたらやばいね。ああ部長怒られるね、はい、お前らが見てた部長。そうですね、部長なんていうのかな。誰も今のそうだよね、そうだよ、おーっつって今、そうか、モノマネを、うん、の振りだったのね、今の、うん、なかなか、そうだよね、できるもんでもないもんね。でも藤田さんも朝5時、5時半にね、練習場に行ってましたもんね。一緒にね、やってましたね。やっぱりランキング順に練習してましたよね、なんだかんだ言って、うん、やっぱなんかやってる人はそれなりにね、はあ、さっき昔ね、川瀬国際使えたんで、成績いい人はやってるっていうのか、なんていうのか。雨が降ってきました。雨来ましたよ、はあ、これはもう、あ、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、また。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。カメラが。はい。いや、カメラは大丈夫です。あそこじゃあ、あれ、もう、できるか。うん。もう、先輩、やめましょうか。やめます。ね、やるんですか。いやいや、やめますね。やめる？やめ、風ひいたら。はい。今の時代、熱出たらやばいじゃないですか。そうですね。でも、いつでもやめてください。はい。もうちょっとしかボールがないから、なんかね、こういうボールを最後まで全部打つっていう悪い癖がある。すげえいいフェードだな。しかし本当ですか。いやこれ全然できなかったんですよ。でもやりたくてだから。フェードで乗るっていうのがすごいよな。アプローチも乗るもんな。いやいや乗って乗るフェード乗ってなかったんですよ今さっき。横田さんに
褒められて乗るようになってきた。何持ってる？いやいやもう、もうただじゃ帰れないからもう YouTube 必死なんだよこれ。プロ意識。どっちのプロ意識やねん。やべやべ降ってきた。やばい。やめようやめよう。やばいやばい。この街やめよう。やめ。やめよう。もう終わり。風邪ひいちゃう。風邪ひいちゃいますねこれは。いやいいの撮影撮りました、ありがとうございます。とんでもございません、ありがとうございます。いや超いいの撮れた。なんで貴重映像。いやいや、お粗末様でした。ありがとうございます。